回7レース1乗戦1着で勝ち上がりました三重の皿谷選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。初手が、まあ、7番手からになりましたけども、作戦としてはいかがでしょうか。まあ、前が中段だったんでね、はい、まあ、前はなるべく避けたいの中段だったんでちょっと出遅れちゃいましたね。2人とも出ちゃったんで、はい、いやちょっと並びから失敗しましたね、はい、ちょっとスタートを見すぎたなっていう感じだったと思います。そうですね、はい、もっとしっかり1本目だけ踏んどけばよかったんですけど、はい、で、まあ、一度切って早坂選手を迎えるっていう形で多分いったと思うんですけど、そうですね、青野選手に突っ張られてしまって、そうですね、まあ、それはね本当に考えてたんで、はい、まあ、しっかり切ろうかなと思ってしっかり踏んだんですけど、まあ、青野君もその辺はさすがのところですね。やっぱりしっかり踏むとこ踏んできたんでね、ちょっと形としては足使って7番手って一番最悪の形になっちゃったんでね、ちょっと後ろには本当申し訳ないですね、はい、一応2角過ぎぐらいのところで後ろを見てても青野選手の後ろも来てないんだなっていうのが見えてたのかなっていう。そうですね、もう引けっていうのもね声聞こえてたんで、うん、まあ、最悪踏んでももうそのまま踏んでてくれるかなと思ったんでね、うん、出させて2番手3番手でいいかなと思ったら全員追い上げてきたんでね、ホームでは、はい、あやっちゃったと思ってしまった感じ、はい、でそこ目がけて早坂君も来たんでね、並びとったので一番展開としては最悪でしたね、はい、ただそれでも最後追い込んで1着まで外届いたら、まあ、あれは展開のあやというかねっていうところですね、まあ、やっぱりしっかりレースしたいですねその辺は。まあ、レースの内容はまた別として、はい、もうあの足はやっぱり1着に来てるとなると状態は、まあ、そうですね、悪くはないのかなと思うのでね、まあ、明日以降もしっかり動いて、はい、勝てるようにしたいと思います。はい、まあ、近況番手戦もやっぱり増えてますけど、そうですね、その前自力でもね、しっかり走れるってところを見せていきたいと思うんですけど、まあ、今日みたいなことはないように明日以降走りたいと思います。はい、わかりました、はい、では残り3走に向けて意気込みをお願いします。はい、まあ、一戦一戦大事に走りたいと思います。応援よろしくお願いします。